はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちらのトミカたちちょっと見ていきましょう。はい、今回はビークルズねトミカになるんですけども、またねこれね一応新シリーズですね。新シリーズでこんな感じでね3種ね、まあ少し前にね登場したんで、ちょっとね楽しんでいこうかなと思いますね。ゴーゴービークルズですよ。まあ普通のトミカ集めていらっしゃる方は、まあこの辺は多分おそらく手は出さないかなと思うんですけども、まあ小さなお子さんとかねいてる人は買った人いるんじゃないかなといった感じですね。だから正直ね、僕ね、もう子供も小さくないんで買うのをね迷ったところあるんですけども、言ってもね、まあ、トミカを集めてる身なんで買わないよりは買おうと、そして YouTuber らしく紹介しようと思いまして、はい今回こちらね見ていこうかなと思います。で今回はこれ VZ01 から0203となっておりまして、まあこの VZ ってね、これビークルズのね型番だと思うんですけどもね、まあこんな感じの3種ですね。レッツとブルーンにミミーとキュルン、そしてパオとガルンといったね感じで、まあ、キャラクターとこの車両の名前になるんですかね。まあ、こんな感じのね、3種になってます。で、まあ、パッケージはね、まあ、ご覧の通り、ちょっとこう、大きめのね、サイズ感になってるんで、まあ、売り場とかでは結構、まあ、目立つ存在かなと思います。まあ、箱でざっと全体ですね。はい、こんな感じになってます。ちょっと側面もね、一応お見せしておきましょう。はい、3つね、重ねると、こんな感じになっておりまして、まあまあ、可愛いですね。で、ゴーゴービークルズの紹介ね、まあ知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとね、ホームページの方見てね、調べてみてください。正直僕作品は知らないです。はい、全く見てないので、何がどうだかっていうのは、もう何も言えないんですけども、では、楽しんでいきましょう。じゃあ、01番のね、はい、レッツとブルーンからいきましょう。まあ、とにかく可愛いね。でトミカ感は多分ホイールで出てると思うんですけども、まあ、それ以外の作りとかもね、やっぱトミカブランドをそこを背負ってる以上はなんかねちょっとしっかりしててほしいかなというところはあるんで、ではちょっと楽しんでいきましょうか。箱はこんな感じで入ってますね。で袋にぐるぐるとはい巻かれておりまして、ではでは、はいこちらレッツとブルーンからいきましょうか。あ、なんかすごいですねこれホイールタイヤがちょっと雰囲気違う気もするんですけど、よしじゃあ行きましょうか。まあ、今回ねもうめちゃくちゃ可愛いですね、トミカになっております。まずね、はいこちらレッツとブルーンです。はい、全体ねくるっとこんな感じになっております。まあ、作り的にはねこれ車両はダイキャストですね。で、あ、これは成型色かな、この、これはレッツですかね。レッツとあと内装はまあ、成型色になっておりまして、こんな感じです。でフロントガラスももうこれね透明とかじゃなくてね塗装仕上げですね。でね、もう可愛いんですけど、これがブルーンの表情ですね。こんな感じでニコッと笑ってます。でライトとかも全てこれねプリントで、ね、再現されているといったね形です。でバンパーはここは、車種一体ですかね、こんな感じになってるんですけど、車種は黄色なんですがバンパーは白い色で、車体カラーね赤いんですけども、でこのブルーンっていうのは何でしょう、スポーツカーなのかな。でもここにね回転灯がついてるんで、まあ、おそらく他の車両が働く車系なんで、多分これも働く車だと思うんですけども、まあリアウィングとこの回転灯が目立つといったそんな感じの車両ですね。で横から見てみるとこんな感じ。まあキャラクターとみかなんでも本当ね可愛いんですけども、まあねホイールベースもちょっとこう短めでね、ここになんかマーク書いてあります、星のマークですね。はい、このようになっておりまして、でホイールタイヤはねやっぱトミカのデザインになっているんですが、ホイールの部分が白の塗装仕上げで、タイヤがねグレーなのであまりまあ見ないようなカラーのホイールタイヤになってますね。で後ろ行きましょう。はい、リア周りはこんな感じです。レンズは塗装仕上げで、リアバンパーは白色ですね。でリアウィングほんと大きいです。で反対の側面ですが、はいこちら側もねこんな感じで、で上から見てみるとはいこうなってます。してそこの部分はどう、はいこんな感じです。で、あ、キャラクターちゃんとみんな乗せてました。これがね、レッツくんですよね。はい、こんな感じのねレッツくんね、まあ、上半身のみなんですけど、このようにねしっかりと伸びてます。でこの車両ね、もうもちろんトミカですね。サスペンションちゃんと、はいこんな感じでついてます。いいですね。はい、ということで、まずこちらね、一つ目、ビークルズトミカのレッツとブルーンでしたが、まあ、とにかく可愛い車両ですね。まあまあ、作品をね、まあ見てるね、まあ、どっちかというと小さなお子さんが多いと思うんですけども、ね、もし気になる方はちょっとね、手にしてみてください。ほんと可愛いですね。さあ、それでは他のね、2車種もちょっと見ていきましょう。さあさあ、それではいきますね。二つ目は VZ の02番ですね。ビークルズトミカのミミーとキュルンですね。はい、こんな感じのね、二つのキャラクターがね、トミカになっておりますんで。では、行きましょうか。さあ、それでは参ります。こちらは、あれかな、救急車的な、そんな車両になるんですかね。それっぽい気もするんですけど。よいしょ。それでは、ちょっと出していきましょうか。どうしようどうしよう。ね、まあ、
可愛いですよ当然これも可愛いんでしょうけど、さあさあそれでね行きましょう。まずですね、はい、全体来るとねこんな感じです。結構ねダイキャスト部分が大きく占めるんで、非常にね、まあトミカの中でもかなり重量感があるねトミカだと思いますね。うん、すごい。だからコストはめっちゃ普通のねトミカとかよりめっちゃかかって、その製造コストね、ねめちゃくちゃ重たいです。で顔ね、まずね、はい、こんな感じです。こちら着るんですかね、もう可愛いですね。まあこれ多分女の子の救急車だと思うんですけど、はい、こんな感じのね表情になっておりまして、白色にねニコッと笑ってます。でほっぺたはこれねピンク色ですね。でバンパーもピンクです。でこれ、ね、多分ね赤色灯だと思うんですけど、ここがなんかこうリボンっぽいね感じのデザインになっててね、またこれ可愛いですね。でここにミミィが乗っております。こちら成型色なんですが、しっかりね塗装などでキャラクターがはいこのように再現されています。ミミィはこれはウサギですかね、多分ウサギをモチーフにしたキャラクターですよね。で側面ね横のデザインこんな感じです。窓の位置かなり上なんですけどね、こんな感じでまあね3つありまして、でピンクのラインに、あとこれさっきのねブルーにもね書いてましたね、このマークね大きく書かれてます。でホイールタイヤも先ほどの車両と同じタイプですね。ホイールの部分が白でタイヤがちょっとこうグレーですね。はい、こんな感じのねホイールタイヤになってます。で後ろ側ですが、はいこちらね、まあ非常にこちらも可愛いです。この部分ハートですね、ピンクのハートになってます。立体的な作りになってますね。でレンズは黄色の塗装で、リアバンパーはピンク色と。で反対側の側面こちら側もねマーク入ってまして、で上からも見てみると、はいこんな感じで、そこの部分はと、はいこのようになってます。でこちらももちろんねギミックとしてサスペンションがついてます。ということでね2つ目はいこちらで、ね、ミミとキュルンでした。まあおそらくウサギと救急車だと思いますが、女の子なのかなこの2つともね、可愛いねトミカになりました。さあさあそれではねもう1つの方もねちょっと見ていきましょう。さあそれでは3つ目いきましょう。続いてねポートガルンです。これはね正直僕一番楽しみというか、何でしょう、好きかもしれないですね。これね一応ゾウと、あとこれねもうバケットがついてるねこのショベルカーですね。なかなか見るのも楽しそうなんで、ではでは行きましょうか。さあさあとではでは参りましょう。ゾウとねショベルカーなんで、まあまあ力強いね車両になってるんじゃないかなと思いますが、お行きましたよ。では行きましょう。これもなかなかの重量感すごそう。じゃあ行きましょう。フロントの部分動くんかな、これどうなんでしょうね。あ、よかった動くちゃんと稼働ギミックついてますね。さあさあそれでねちょっと楽しんでいきましょう。まずですね、はい全体はくるっとねこんな感じになっておりまして、こちらもなかなかの重量感ですが、まあ車体はねダイキャストです。でこのね乗ってるこれねパオですかね、パオとあとこのガルーンの顔の部分とこのフロントバケですね、ここは成型色ですね。まあこんな感じになってまして、まずね正面このようになってます。なかなかね力強そうなねかっこいいね顔つきしてますねこれね。でこの乗ってるゾーンのキャラクターもこのパオですね、これもまあ大きいんで、もう全体的に迫力のある車ですね。パケットもねついてるしね、おおかっこいいです。で側面ね横から見るとこうなってます。このホイールタイヤが後ろのねこれめっちゃすごいサイズ感なんですよ。これすごい大きいんですよね。なかなかこのサイズのねホイールタイヤないですねトミカでもね。でフロントの部分は先ほどまでの車両と同じね白にグレーのねホイールタイヤになっております。サイズも一緒ですね。でここにはね他と同じねマークがこのように入ってまして、でちょっとねこういったこう斜めのね白いラインのデザインも入っています。で後ろですが、リア周りもこんな感じね、レンズは塗装仕上げで、あとここもねこんな感じでデザインが入っているとね。でこのゾウの存在感すごい、これねパオのねはいめちゃくちゃ大きい。で反対の側面こちら側もはいこんな感じのねデザインになっておりまして、で上から見てみるとはいこんな感じで、そこの部分はとはいこのようになってます。でこの車両に関してはサスペンションはないんですけども、先ほども動かしましたがフロントのこのねバゲットの部分のね稼働がねできるね形になっておりますね。まあショベルカーならではのね素敵なギミック搭載のパオとガルーン、なかなかね僕の期待通りの素敵なかっこいいねというかまあ可愛いんですけどもね車両になっておりました。いいですね。お僕はこれが一番好きです。は
はい、ということで今回はですね、ゴーゴービークルズよりね、ビークルズトミカのね、こちらの3種をね、ちょっと見ていきましたが、さあ皆様いかがだったでしょうかね。普通のトミカを収集されてる方は、まあおそらく手にしてない車両だと思いますけども、意外とね楽しめますよ。可愛いんですけど、全部可愛いんですけど、なんでしょうね。なんかまあたまにはこういう世界観のね、トミカも触ってみてもね、面白いかなという感じなので、まあキャラクタートミカ好きな方は、これ可愛いなとね、思いますね。まあ僕正直ね、本当に買うの迷いました。迷ったんですけども、買って、全然ね、本当、良かったなと思えるね、車両たちになってるんで、まあもしね、気になる方は、僕はもうバウとかあるんで、めちゃくちゃおすすめなんですけども、ぜひぜひちょっとね、手にしてね、楽しんでみてください。ね、まあもちろんね、あと小さなお子さんとかね、見るアニメなので、まあそういったね、小さなお子さんにね、プレゼントするにもね、いい車両だと思いますんで、気になった方はぜひ手にしてみてください。まあということで、はい、今回はね、この辺にしきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様、チャンネル登録やコメント評価、どうも面白そうでよろしくお願いします。あと、Twitter やね、インスタメントも積んで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。では、今回も、ね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。